天与呪縛。天与呪縛とはその名の通り、生まれながら強制的に課された縛りのこと。作中ではですね、全員巻き、伏黒杜氏、アルティメット、メガ丸の3名が天与呪縛と判明しています。しかし3名の天与呪縛と関係性を深く見ていくと、新たな事実が見え隠れするんです。さらに今回はですね、噂される虎杖悠仁の天与呪縛説も徹底考察するスペシャル回。ということで今回は天与呪縛について徹底解説したいと思います。なお、呪術廻戦141話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方はですね、ここで動画を閉じるようお願いします。それではどうぞ。まずはですね、天与呪縛と縛りの違いについてざっくり解説したいと思います。天与呪縛とはですね、その名の通り天から与えられた縛りであり、作中で登場する通常の縛りとは別の意味を持っています。まず通常の縛りにも2種類が登場し、1つ目は自らが自らに課す縛り、2つ目は他者との間に課す縛りがあります。1つ目の自らが自らに課す縛りとは、自分の能力や行動をあえて制限することで能力を向上させるというものです。作中ではですね、七海の労働時間内に呪力を制限することで時間外労働になった時に呪力の底上げができる縛り、そしてメイメイのカラスに自死を強制させて大きな呪力を得る命を懸けた縛りなどが知られているところです。しかし縛りを破った場合には、縛りによって上昇した能力がなくなってしまうんです。次に2つ目の他者との間に課す縛りです。こちらですね、自らが自らに課す縛りとは少し違います。他者との縛りも破ってしまうと罰を受けるんですけども、どんな罰を受けるかはその時にならないとわからないんです。そのためスクナやゲトウでさえも他者との縛りを破ることは否定的に捉えています。作中でも登場しており、スクナとイタドリが結んだ心臓を治す代わりにスクナが警活と唱えたら1分間体を明け渡す、その間誰も傷つけない、そしてこの縛りを忘れるという縛りが登場。そしてメカ丸とマヒトで結んだ、メカ丸が内通者として動く代わりにマヒトの無意天変でメカ丸の体を治療するという縛りが登場しています。では縛りと天与呪縛はどう違うのでしょうか。それは天与呪縛は生まれた段階で本人の意思とは関係なく課されているもの。天与呪縛と縛りの大きな差は先天的か後天的かの違いです。天与呪縛はですね、本人にとって受け入れがたい縛りであっても生まれながらに強制的に課されているため逃れようがないんです。ではですね、それぞれの天与呪縛を見ていこうと思います。御三家の全員家出身であり、伏黒恵の父としても知られている伏黒杜氏。しかしその実態は術師殺しの異名を持つ殺し屋であり、作中切手の実力者なんです。当時は生まれつき呪力がなくて術式を使うことはできません。そのため第113話にて俺にとってのゴミダメと明かされているように、術式至上主義の全員家ではひどい扱いを受けてきました。しかし当時には唯一無二の力が、それが天与呪縛。生まれつき呪力を持たない代わりに、当時には驚異的な身体能力が備わっていたんです。ちなみにですね、特級術師つくも曰く、天与呪縛でも麻痺のように呪力が一般人並みになることはあっても、完全にゼロになるのは世界中探しても当時だけとのこと。では天与呪縛によって得たその力の片鱗を見ていこうと思います。まず一つ目は作中最高峰ともいえる唯一無二の身体能力。当然のように水面をかけ、目で捕捉することが困難なほどのスピード、同じ天与呪縛を受けた全員巻きを圧倒するパワー、術式反転赤によるダメージすら軽微に抑えることができる耐久性とですね、唯一無二の最強のフィジカルを誇る全員当時なんですけども、天与呪縛の情報を開示することで超人的な身体能力をさらに強化することもできるんです。2つ目が凄まじく鋭い五感。当時はですね、巻きのメガネのように呪霊を見るための呪具を身につけていません。では呪力ゼロの当時は呪霊をどのように認識しているのでしょうか。それは五感。当時の五感は人間が残す集積や足跡を頼りに追跡ができるほどに底上げされており、呪霊も完全に見ることができるんです。3つ目に呪いに対する耐性。呪力を完全に捨てた当時の肉体は唯一無二の耐性を持っています。作中では非術師であるにもかかわらず体内で呪具を格納する呪霊を飼いならしていましたが、普通はですね、呪霊を体内に取り込める非術師など存在しません。第77話でつくもが言っているように、当時はですね、呪霊を体内に取り込んでも平然と行動できる規格外の逸材なんです。全員当時は呪いに対する耐性を獲得したんです。そして最後4つ目は完全に消える気配です。呪力が完全にゼロなのは世界中探しても彼一人だった。
つくも曰く、天与自爆でも牧のように呪力が一般人並みになることはあっても、完全にゼロになるのは全員当時だけとのこと。当時は一切の呪力を持たないため、気配が読めず、透明人間状態になることができるんです。もちろんですね、体に取り込んでいる呪霊や呪具の呪力をたどって、気配を感知することもできるんですけども、それでも学生時代の五条でさえ完全に捕捉しきれなかったほど。またですね、当時は武器を格納できる武器庫呪霊を連れていて、様々な武器を高いレベルで使いこなすことができます。あえて弱点を挙げるなら、対呪霊においては呪力がゼロのため、呪具がないと何もできなくなってしまうこと。しかし間違いなく善意当時は、天与呪縛を最も体現した最強キャラクターの一人なんです。呪術高専東京校の2年生、4級術師の善院真希。呪術界御三家の一つ善院家出身で、善院奥義の娘、そしてですね、京都校に通う善院舞の双子の姉でもあります。そんな善院真希は善院家の生まれであるにもかかわらず、特定の術式を持っていません。善院真希は生まれつき呪力がなく、呪いも見えなかったんです。善院家にあらずんば呪術師にあらず。そのためですね、呪力のない真希は幼い頃からひどい扱いを受けて蔑まれてきたんです。しかし真希は天与呪縛でした。本来持って生まれたはずの術式と呪力を持たない代わりに人間離れした身体能力を得た。真希の天与呪縛は呪術師としての才能がないと見せかけて、天賦の才があるというものだったんです。作中ではですね、至る所で人間離れした身体能力を発揮しています。第42話、交流戦での妹全員舞との戦い。舞はですね、構築術式で弾丸を作り出し、真希の不意をついて銃でその弾丸を放します。しかし真希はなんとその弾丸をですね、素手でキャッチするんです。まさしく恐るべき動体視力と鋼鉄の肉体。また第54話の野球対決では、軽々ホームラン級の当たりを見せていました。そんな呪いが見えず術式を持たない天与呪縛の真希は、呪力を持っていないため素手では呪霊を払うことができません。そのためですね、呪力が込められた呪具で戦う必要があるんです。真希にとって呪具こそが生命線。よってですね、呪具の扱いに関しては伏黒が学生一と認めるほどの腕前を誇っています。そんな真希が扱う呪具は、作中でメガネから幽雲まで登場しています。また2021年3月4日に発売された公式ファンブックによると、善院真希にも当時クラスのフィジカルを獲得できる方法があると示唆されています。その方法とは何かを捨てること。真希はですね、渋谷事変で当時を目の当たりにしたことで、当時クラスになるために何かを捨てるという考え方にシフトしていくとのことです。では真希が捨てるものとは何なのか考察していこうと思います。結論から言うと、真希が捨てるものは呪力です。というのもですね、特級術師つくもゆき曰く、天与呪縛でも真希のように呪力が一般人並みになることはあっても、完全にゼロになるのは世界中探しても全員当時だけと明かされています。つまり同じ天与呪縛でも、真希と当時の唯一の差は呪力だけなんです。真希が呪力を完全にゼロにした時こそ、最強のフィジカルを獲得できると伺えます。そして思えば渋谷事変でのダゴン戦、苦戦を強いられる全員真希でしたが、あの場所に全員当時を参戦させた意図は2つあったのかもしれません。1つ目の意図は、伏黒恵美に父当時と再会させること。そしてもう1つの意図は、真希に自分の完成形である当時と合わせることなんです。そして公式より真希の進化が示唆されている以上、現在死をさまよっている善院真希ですが、彼女は生存確定と言って間違いないでしょう。呪術高専東京校2年生の人型ロボット、アルティメットメカ丸。語尾をカタカナに変えた口調で話すロボットで、性格は冷静沈着。しかしパンダにお仲間と呼ばれた時のように、人間扱いされないと怒りをあらわにしてしまいます。そんなメカ丸は呪骸ではなく、実は遠隔操作された傀儡。メカ丸の正体は生身の人間、ムタ幸吉なんです。でもなぜ傀儡を操作しているのか。それはもちろんムタ幸吉が傀儡操術という使い手だからというのもあるんですけども、何よりも先天的な体の欠損と引き換えに高い呪力を得た天与呪縛の持ち主だから。メカ丸の中身、ムタ幸吉の身体的な欠損とは、生まれながらにして右腕と膝から下、腰から下の感覚がなく、肌は月明かりでも焼かれるほど脆く、さらにはですね、全身の毛穴から針を刺されたような痛みがあるんです。しかしムタ幸吉はこのとんでもない外傷を背負う代わりに、広大な術式範囲と強大な呪力を得るんです。この与えられた力を応用し、人型ロボット傀儡アルティメットメカ丸を遠隔操作しているんです。
天与呪縛によって生まれながらの身体的欠損と引き換えに巨大な力を得たムタ幸吉でしたが、ムタ幸吉はできることなら呪力を捨ててでも普通の体に戻りたい、天与呪縛なんていらないと考えていたんです。それは交流会のパンダ戦で明かされています。いつかみんなと一緒に。そう、ムタ幸吉の夢は京都校の仲間と直接顔を合わせること。しかしムタ幸吉は天与呪縛による先天的な不自由さと醜さから直接顔を合わせることができず、そのため健康な肉体になれるなら喜んで呪力を差し出すとさえ考えていたんです。しかしですね、みんなと会うという目的を果たす思いは間違った方向に進んでしまいます。メカ丸、いやムタ幸吉は呪霊たちと組んでまで体を治そうとしたんです。真人の無意天変で肉体を治療してもらうことを条件に、光線内部の情報を流す縛りを締結していたんです。天与呪縛によって得た広大な術式範囲によって、ムタ幸吉は光線に登録していない超小型の傀儡を操作し、内通者として活動をしていたんです。そしてメカ丸の天与呪縛は、その後の真人戦で大きく進化を遂げることになります。真人とゲトはですね、内通者を辞退したムタ幸吉の元を訪れてるんですけども、そこで約束通り、真人の無意天変によって、ムタ幸吉はついに肉体を取り戻すことになります。そして直後の真人との決戦にて、ムタ幸吉の天与呪縛は大きく進化するんです。ムタ幸吉はエヴァンゲリオンを放出させる、総合空図アルティメットメカ丸試作0号に登場し、モードアブソリュートになります。実はこのモードアブソリュート、肉体を縛った年月、17年5ヶ月6日で得た莫大な呪力を放出することができるんです。その桁違いの呪力は、偽ゲトウ曰く、特級クラス。最終的にはムタ幸吉は死んでしまうんですけども、あの真人を差しの勝負で追い詰めるほどの実力を見せつけるんです。ムタ幸吉の天与呪縛は、先天的な体の欠損と引き換えに、広大な呪力範囲を得ること。そしてモードアブソリュートと組み合わせることで、肉体を縛った年月で得た呪力を放出できる2つの力があるんです。そしてですね、実は天与呪縛の3名に共通している事柄があります。それは天与呪縛になったことで3人とも悲しい運命を背負っていること。全員真人伏黒当時については、御三家全員家に生まれてしまったことが運の月、呪力を持たないことがマイナスに作用してしまうんです。2人の身体能力がどれだけ高かろうと全員家では評価されず、逆にひどい扱いを受けてきたんです。アルティメットのメカ丸についても、生まれながらの身体的欠損から17年間も縛られ続け、大切な仲間たちに会うことすらできませんでした。まとめるとこんな感じになります。天与呪縛とは生まれながら強制的に課された縛りであり、後天的に結ぶ縛りとは異なる。作中では天与呪縛でも大きく2種類あり、1つ目はですね、呪力を失う代わりに超人的な身体能力を得る。もう1つは身体的な欠損を患う代わりに莫大な呪力を得る。そしてこの2つは対のような関係になっているんです。またですね、一つ目の超人的な身体能力を得る天与呪縛でも、全員当時のように五感が研ぎ澄まされたり、呪力をゼロにすることで呪いへの耐性がつくものもあったりします。そして全員巻きは近い将来呪力をゼロにすることで当時クラスの力を手にすると思われます。皆さんご存知の通り、虎杖悠仁の身体能力は砲丸投げで30メートル弱を記録したり、地上から校舎4階までジャンプするなど人間離れしています。こうした超人的な身体能力から、虎杖悠仁は天与呪縛なのではないかと噂されてきました。現に伏黒は虎杖のことをですね、天与呪縛のマキさんみたいなもんかと言っているように暗喩しているとも言えます。しかし虎杖悠仁は天与呪縛ではありません。というのもですね、マキや当時が呪力を失い高い身体能力を得たように、天与呪縛とはですね、生まれつき何かを代償として何かを得る現象となっています。となると、もし虎杖が天与呪縛なら、超人的な身体能力を得る代わりに必ず何かを失っているはずなんです。しかしながら、それは明確に確認できていません。マキや当時と同じように呪力を失っているのではないかという声もありそうなんですけども、それはないです。虎杖は術式こそ使えませんが、一般人並みの呪力であるマキよりもはるかに高い呪力を持っています。マキが見ることができない呪霊も認識することはできてますし、警定剣を放ったり黒線を発動させたりなど、体に呪力を込めて戦うこともできます。この時点で虎杖の呪力はですね、一般人並みではありません。では虎杖悠仁は天与呪縛でないのなら、なぜ高い身体能力なのか。それは二世下等こと何者かが虎杖悠仁の父親の肉体を乗っ取って、その後作り出された存在だからです。
カラクリは自体クソーズと全く同じだと思われます。第139話にて、長宗がイタトリの父親について、お前の父の額にも縫い目がと言及しています。縫い目といえば、脳を入れ替えて肉体を転々とできる術式の持ち主、二世下等のことです。そして第133話でも、我ながらさすがというべきか、スクナの器タフだね。二世下等のこのセリフはですね、スクナの器として作っただけに、イタトリユージはタフであり、我ながらさすがだと言っているんです。このことから、ニセゲトウこと何者かは、イタドリユージの父親の肉体を乗っ取って、スクナの器となるべく、イタドリユージを作ったと言えます。と考えると、一つの仮説が。つまり、スクナの器となるべく作ったからこそ、人外の身体能力を持ち合わせていたんです。以上のことからですね、イタドリユージは天与呪縛ではないと考えられます。まとめると、こんな感じになります。皆さんは天与呪縛のキャラクターで誰がお気に入りでしょうか？ぜひともですね、コメント欄に記載してもらえればなと思います。